はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。それでですね、私の開発したインジケーター100万ぐらいするんですけれども、その検証をして、月曜日からね、今火曜日なんですけど、検証しました。その結果ですね、まあ2日間だけの試験ですけど、まだねテスト今週しますけれども、成績はね、今ね、時間がこんな時間で朝6時35分、9月18日火曜日なんですね。そんな感じでやってみて、これが1分足で稼いだ、2日間ですね。あとは月曜日だけですかね、月曜日だけで1日で稼いだのが8100円ですね。デモでやってますから3100円の利益、これ1分足のインジケーターですね。100万で販売してるやつですね、ぐらいで。それからこちらは5分足でやってるんですけどね、今まだ休憩時間になっちゃって朝方なんでね、9400円の利益の4400円の利益でした。5分足の私が100万でぐらいで販売してるインジケーターですね、1日で、4400円ですね。1000円ずつ投資してですね。それからこちらはね、3520円でマイナス1480円でしたね。1000円ずつ投資して1日でね、昨日ね。ちょっとこれは15分足のインジケーターですね。これも 100万ぐらいで販売してるんですけども、これはマイナスでした。でこのようにね、予想としてはね、数千の週で数千の利益だと思うんですね、大体ね。15分足も空きましたけど、1日の1日ね。で、5分のインジケーターが4400円の利益であるということでね、大きいと。昨日1日でね。で、これは3100円の利益であると。1分足のインジケーターね。なんですよね。で、全部1000円ずつ投資しててやってますけども、数千だからね、今みたいな感じだろうと思うんですね。でそんなに、利益が出なかったりね、大体週で大体まだ続けててこんぐらいの利益だと思うんです。だから4000ぐらいの利益と考えてね、ここの先も利益は厳しいかもしれないんで、ね、1週間やってね、昨日だけで稼ぎは5000ぐらいでしたけれども、ね、今のようにトータルでね、だから10万ずつで1日で50万稼げてるわけなんですけど、そんなうまくはいかないと考えてね、まあ週に50万、10万ずつ投資したら50万200万ずつ投資したら週で500万稼げるんじゃないかと。ね。500万は打てない、100万は打てないので10万ですね。10万がマックスかな。10万ずつで、まあ通常5万でしょうね。5万ずつ打って、5だから5、25万。週に25万稼ぐというぐらいだと思いますね。そんなことで私も、金も、それでも私にとって金持ちだなと、発明者にとってはね。インジケーター、1本100万ですからね。種類が、6つぐらいありますね。で、このようなね、画期的なインジケーターを作っておりますので、やっぱりさすがに僕は億万長者だななんて、今お金持ってませんけどね、この成功によりね、
億万長者だななんて、確認が取れそうですね。まだ試験ありますけどね。実際サンプルで皆様も同じものを使いますから確認してください。本当にこんな感じで稼げるならみんな買ってよろしいと思いますからね。高くても100万でも元が取れると。ただまだね、1分足、5分足、15分足しか試験してません。それで15分足は昨日だから今日マイナスでしたからね。一番稼げると思ったのが15分足のバイナリーオプションだったんだけど、マイナスでした。ちょっとだけどね、1480円ですけれどもね、先日通してね、で1分足が負けると思ったんだけど、辛い時もあったんだけど、昨日1日でね、ね、8000いくらまでいってんだから3000いくら稼いでるわけですね。それから5分の方は9000いくらでしょ、4000いくら稼いでるわけです。でトータル差し引きで言うと6000ぐらいですか、利益がね。だからまあ こんな感じで週にこうやってね、サントリーぐらいのねで投資してね、全部の通貨で投資させてね、こんな感じで週で終わればいいんじゃないかと思って、まあこれ以上上に上がればいいと思うんですけどね、場合によってまた2万ぐらいまでいっちゃうかもしれないけど、5万だったらね、100万いっちゃうわけですね、5万ずつ投資でね。だ週に100万の利益も可能で、あとマイナスの時かプラマイゼロの時にあると思うんですよ、マイナスになったりとか。だから毎週毎週やってないと分かんないし、週マイナスの時もあると思うんですよ、成績ね。だからそういうのを見てね、まあ週先日だったら5000の利益だなということだけでね、大変な利益になるなというようなことでね。